さあ到着ですよ、豊橋駅。まあもうだいぶ切られてますけどね、何やかんやって最近よく来てますね豊橋に。いや早いね、あ、まあ、あっという間、ね、途中駅一駅ですついちゃいますからね、危ない危ない。これ多分名鉄経由だったら8時とかそれぐらいになってますからね平気で。さあってことでね、こっから、あ、まずこちら、ね、豊橋駅のね名鉄スポットがあるのか。よし、おお、やっぱすごい人ですね豊橋でね。豊橋はね、名鉄の駅はね、このまま中に入ってるんで、もうね、中にも行きますからね。その普通に3番線のところに行くと、名鉄があるんですかね。JR の一線のように走ってますよ。ここが名鉄の豊橋駅ね。あ、すごい人やね。そう、あそこに人があるな。で、豊橋でね、ここは、あ、まあここもね続いてますけど、この時は JR、 ここは JR と統一して作ったのね。ということでね、まあ10分に1分ぐらいでね、ずっと来るんでね、別に待ってや行けるんだけど、ね、ここから豊橋からやったら高から乗り換えて豊橋以内410円できるね。410円で行けるんですけど、まあね、これね、どう考えてもね、飯田線で行った方が早いんだよな。ってことで飯田線で行きましょう。でもあれと思ったけど、意外と電車が来ない。18時10分か。でも豊川、あ、豊川行けで大丈夫やね。10分って向こうがや、赤や、まあ、予想はついてたでしょ。どう考えてもね、豊橋から豊川だったらね、飯田線の方が早い、早いんだけど。で、折り返しの列車が18時に、10分先行で、次がこうだな。案外ありだけど、一つだけね、だったらね、失敗なんですよね。ちなみに本当に、名鉄にフリーギプに乗る場合でしたら、一回ね、改札を出て、もう一回改札でフリーギプ通して入らないと、ここ乗り換え用の生産者で乗り換えしかできないようになってますから。よし。本当から失敗でしたね。あれ、ここは次、特急か、みんな行こうか。とりあえず向こう側回ろう。よし、いや、しかしすごい利用者数ですね。やっぱ名鉄の利用する方も非常に多いですからね。1名1線しかないけどっていう。いや、とりあえずこっちに避難するのか。とりあえず一通り客さばきが終わるまではこっちで待っとった方が良さそうですね。
線で10分に1本、1時間に6本近く来る列車を全部さばきますからね。当然折り返しても早いです。いや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 、すごいな。まあ、18時、6時ちょうどぐらいか。よし。あら。わあ、すごいな。またね、もうすぐこっちにも電車が入ってくるはずだからね。というか多分今の名鉄と、この飯田線が同じ線をね通ってくると行き違ってるはずですね。名鉄と飯田線がね、ここから先ね、スライキングぐらい共用してるってね。でも、豊川に行く人はこっち使いますよね。結構お客さん、豊川までですからね、すぐなんですけど、お客さん多いですね。あちらにこの前はね、三河一宮駅で降りたんで、IC カードが使えるなんてなってましたけど、豊川まではね、IC カードで普通にそのまま乗り降りできますからね。ターミナル駅なんで、JR はターミナル駅入ってくると、ほんとゆっくり入ってきますよね。